や雨降ってきちゃったな、最悪だな池袋。折り紙じゃないかな。よっ、ちょっと待って、あれ何これ全部メガネ。メガネ、あすごいっすね。老眼メガネ博物館。卵卵卵ふふエッグヤザーの無敵テレビ。わすごいな、この上のメガネが。はい、店だね、博物館。ね、お店と博物館が、はい、一体化してんのかな。すごいな、すごいっすね、いっぱい売ってる。あ、ちょっと撮っても大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。すごい、安いね。エグさん、これわ499円50銭。これ50銭っていうのはボケなんですか。はい、もうこれ以上まかりませんよと、いうことでね、はい、50銭までおまけしてると、はい、でお釣りもちゃんとありますから。あ、書いてありますよ。500円出せば50銭のお釣りが。はい、そうです。へえ、これかっこいいな。これあ、これどうですか。いい、強そうだ。お、なんかいいな、昔の。こういう感じね。バカに、よろしく。いいじゃん、今日。バカになれサングラス。これ昔のヒデがかけてた。あ、そうね。エクスチャマのヒデがつけてたやつだ。エクザイルさん。いや、3人ともまずがサングラスがあったんですか。3人ともって。あ、俺のこと。はい。どうですか、僕らのサングラス。日本人に見えない。何人に見えます。なんかあの中国でさ、こっち観光に来てる人たちはこんなメガネかけてますけどね。いいな。あ、折りたたみもある。折りたたみもあります。折りたたみ、これ開くよ。お、いいな。かわいい。今日じゃそれ似合う。うわ、うん、よろしく。みんなじゃお気に入りの1個決めようか。これすげえ、折りたたみ。これがこうなって、持ち運びに便利。そう、あ、おめえ、コンパクトゲットやね。すごいな、これね。これはですね、はい、うちはの今皆さん使ってるとか無料コーナーなんですよ。無料コーナー、はい、じゃあこれただ、これ全部ただなんです。え、何で老眼鏡とサングラスこれね、はい、初めてこう来られるお客様いらっしゃるでしょ、はい、その時にはもうどうぞ1回1本お持ちください。これ、どのコーナーなの。サングラスもただってすごい、はい、そうです。やばやば、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ、はい、これいいの。これは噴火前から目を守る、噴火から目を守るゴーグル。今もう噴火してました。そうですね、はい、使っていいか分かんないけど、この内容。ちょっと救急箱入れておいてね、使うやつ。そう、かけてみてください。それでどうですか。どうですか。あ、見えてます。一応見えてます。お前、おじさん睨むなよ。もっとガンつけんなよ。まだ弱い。ちょっと弱いです。弱いですか。はい、もうガンつけんなよ。おじさん怒られてるみたいに。何度も睨んでんだよ。ちょっとな、ほんとあんまよく見えない。じゃあちょっと今、みんなの分買ったんで、はい、お釣りにね、50銭が来るか来ないか。55円と、はい、50銭。あ、来た、はい、すごい、届いちゃいました。板垣大輔の50銭。これ嬉しいな。いや、いいな。これにサインを入れてプレゼントしますんで。いや、冗談冗談。お金に落書きとかしたら捕まっちゃいますもんね。はい、ということで本日は僕らこんなねイケてるメガネをこちらの老眼メガネ博物館さんで買わせていただきました。決まってんな、みんな。おたけに超顔決めてる。喋んない、喋んない、決まってるから喋んないみたいです。ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。それじゃあこれからも老眼メガネ博物館さんとエッグヤザー軍団をよろしく。バイ。バイだけは言うんだ。なんか言えよ、終わんないだろ。なんか言えよ、なんか言えよ。